はい、ということでね、今緊急で動画を回しておりますが、よっしょ、この前のね、あの検査結果を聞きに行って、やはりですね、ちょび押さえして、丹田症の泥の量、まあ、レスキュアというね、あの療法食に変えましたが、変わりがないということでね、ちょっとまあフードを見直すかと、いよいよということでサンプルをね、4種類ぐらいもらったんですよ。で、今のそのフードとね、3分の1程度から始め半分、今日ですね、まあ、まだ半分ぐらいかな。で、まあ、1週間ぐらいかけて、変えていこうかというところでですね、今日まず帰ってきたらちょっとね、ティーナもそうだったんですけど、まずティーナがね、ちょっと待っとてな、お尻ちょっと濡れとって気持ち悪い、ごめんね。帰ってきたらですね、今こうやってちょっとフェンスがしてあるんですけど、4箇所ですね、この辺とちょっと今これもう色変わってますけどこの辺、ここにね、今ちょっとこれ洗って干してあるんで、4箇所としてあってですね、これは何だっていうと、チョピちゃんはね、嘔吐はないんですけど、下痢がね、半端ないんですよ。で、今ね、夜の10時なんですが、朝の9時から、今これが4回目。4回目です。もう2時間も経ってないのに、3回目から4回目がね、2時間も経ってないのに、今寝る前のね、あの最後のおしっこ散歩行こうかなと思ったら、またべったりついててですね、これでもう今夕方からね、今これでもう3回目なんです、お尻洗うの。でもキリがないんで、ちょっと乾かしたらお尻のこの周りまだちょっと続きそうなんで、明日、まあ、多分病院行っても、あのおそらく、まあ、下痢のうちはあの、変に止めることはしない方がいいという、多分そういう話になると思うんで、しばらく続くつもりでですね、脱水症状で気をつけて、ただまあ洗うときに毛が長くて乾くのにすごい時間かかるんで、少し乾かした後にね、ちょっと3ミリ、うん、お尻周りだけちょっとね、もう3ミリカットしようかなと思って、今ちょっとバリカンをね引っ張り出してきました。というわけでね、チョピちゃん、ちょっとお尻だけ乾かしたらちょっと切るわな。いやー、チョピ、いやー、ちょっと大変だな、チョピ、チョピちゃん、なんだあのサンプルまあ相性あるとは思うんだけども、こんなにひどい下痢って、あのあれだよね、生のジビエ、生の鹿肉食べた以来ぐらい、ひどいっす、今っていうか今日。いやー、これは、うん、まああの急なフードの切り替えは本当にあんまりよろしくない、まあ下痢しやすいっていうのはよくある話なんでね、全部切り替えるってことはしてなくて、まあ徐々にっていう風でやってる段階でこれっていうのはちょっと初めての経験ですね。あのなんかふと思ったのがね、まあこれ合ってるかどうかちょっとよくわからんですけど、前にもあのお話しした通りね、例えば両親がね、親がね、なんて言うんだろう、その添加物だとか保存料とかね、もうマックとかね、あのそうジャンクフードとか一切食べないとか嫌う人で、子供にそういうものをね一切食べさせなかったと。でその子供が中学生になってね、いろんな友達と遊ぶようになり、初めてカップラーメンをね、まあ、食べたら、まあ、死ぬほど吐いたっていうね、あのそういう話とかあるじゃないですか。で、まあ、これはあの憶測なんですけど、
やっぱりドッグフード工房さんのフードってね、本当に臭みは全くないし、何遍も言いますけど、自分でもね、ポリ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 おやつ代わりで食べれるくらい、保存料とかね、添加物とか使用してないところでずっと来てたのが、まあ、一気にその添加物がちょっと体に入ってね、なんかそういう反応を起こしてんじゃないかなという気が非常にしますね。でティーナはそんなひどい下痢じゃないんですけど、かなり緩いんですよね。まあちょっと大変だね、辛いねいやーこれは参った。あと何回あるんだろう朝までに。これ食いつきはすごい良かったんですよ。まあ匂いはドッグフード特有のね、なんとも言えないちょっと獣臭っぽい感じの匂いだったんですが、サンプルはどれもそうでしたけど、匂いとかはただ食いつきはすごい良くてね、お湯で少しふやかして、なんかすごい調子いいじゃんと、まあ、これで慣れてくれたらいいのになーとか思ってた矢先これなんで、もうやっぱりやめます、もうああいうフードは。で、まあ、なるべく低脂肪、ちょっとアレルギーとかないのでね、なるべく低脂肪、の食事ということで、まあどうかな、もうささみとさつまいもがメインの、ドッグフード工房さんを、まあ、3分の1逆にトッピング、まあそういう風に変えますわ。もううん、もうダメだ、有名どころの何々とか何々とかもうダメ。なあチョピー、やだね、大変だねチョピーちゃん。ねえよいしょ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってチョピちょっとカットするわ。もう洗うのも洗われるのも嫌だろ、もうそんな長時間。ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。たまらんなおい、マジで。なあ。まさかまさかだよね、本当に。まさかこんなことになるとはだよな、本当。夢にも思わんかったマジで。マジでねえ、ちょっとカットさせてな、もうちょっと。乾かすのも体力使うでしょ、あんたこんな一日に何回も洗われとったら。なあ、洗わんわけにいかんしね、さすがに。チョキちゃん、ちょっと悪いけど一足お先にねえ、ビビットさんでサマーカットしてもらう前にちょっとお尻だけ3ミリやらせて。ごめんな、ねえチョキちゃん、なんか洗ったばっかなのに毛が臭いどうだ、どこを切っときゃいいかな。チョピーちゃん、お尻ちょっと寒くなるけどごめんね、チョピーね、ごめんな。ワン、ごめんね、あんた癖毛がないでいいな、ティーちゃんみたいにスススススススって切れる。ごめんね、
ごめんねごめんね、ちょっぴごめんね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 、ごめんねと。この辺も言っとくわ、もうナチョピ。まあ足が濡れちゃうでな、ちょっとどうしてもな、お尻もちょっと足もやらせて、悪いちょ足やらせて、足もごめんね、ごめんねごめんね、ちょっぴごめんね、こんなもんか。ん？こんなもんかな。はい、3ミリカット出来上がり。よいしょ、ちょっと待ってよ。ああ、ちゃぶちゃん、じゃあ行くかお散歩。テピー、まっすぐ向いてごめんね。はい、ちょ、まっすぐ向いて、はい、よいしょ。はい、というわけでね、まあ体にいいことと思ってね、ちょっとフード、新しいのに切り替えてみようかなと思ったんですが、ちょっとうまくいかないみたいなんでね、手作り食のね、プラスアルファのトッピングでちょっと対応していこうかなと思います。な、チョピー頑張るぞ。おー、というわけで、今からね、寝る前の最後のお散歩、今9時半10時ぐらいかな、行ってきます。チョピー頑張ろうな。うん。はい、というわけで、タンデー症対策でね、フード切り替えたらとんでもない下痢になったチョッピと、嘔吐が止まらないティーちゃんでございました。それでは皆さん、またね。また報告します。バイバーイ。